はい、こんにちは、皆さん。プラトリーのりちゃんです。今回はですね、アクリル絵の具でちょっと練習したいなと思ってて、いつもデザインとかいろいろ他のことをやってるけど、基本はね、なんか傭兵いつもスプレーとかやってるとかね、私はそのアートのことはまだあまりやってないけど、ちょっとアクリル絵の具でちょっと練習で、練習だけど、遊びで、ちょっとコースターを作りたいです。まあ2月だからね、アップル動物コースターセットを作っていきたいと思います。なんか綺麗だね、このなんていうんですか、アクリル絵の具、アクリル絵の具なんかめっちゃいい感じだと思いますよ。まあ、とりあえず乾かす。で、こんな感じの4つを作ります。とりあえず。じゃあ、こんな感じになりました。わあ。まあ、だいたいね、似てるか、ちょこっとね。で、まあ、こんな感じですね、今。なので、じゃあ、これからちょっと動物を入れてみたいと思います。そのペン。あー、マジック。で、これを使ってその上に、まぁ、ちょっとアクリル絵の具ね、やります。じゃあこれ行きましょう。うわぁ、できるかどうかね、ちょっと自信がなかなかないけど。これね、ロマンチックな猫のカップルなんですね。とかにね、座ってて海を見てる。いやー、かわいい。まあ、って感じですね。その後、またアクリルでやるけど、どうかな？どんな感じ？こんな感じで、ロマンチックな猫たち。まあ、じゃあ次これね。まあ、こんな感じなんですけど、ロマンチックな鳥ちゃん。まあ、こんな感じです。じゃーん。あ、超可愛くない？こんな感じです。ふわっ。私可愛いと思う。OK で、じゃあもうちょっとね、
もうちょこっとアクリルでなんか入れましょう。にゃにゃん。じゃあこれは終わり。完成。こんな感じです。超かわいいと思うけど、みんなどう思いますか？じゃじゃーん。これは完成です。まあ、こんな感じになりました。いいかな？じゃじゃーん、ハートなんですね。超かわいいと思うよ、カメちゃん。超かわいくないこれ。え、これ超私、めっちゃ好き。カメちゃん。コースターセット超かわいくない？みんなどう思いますか？好きか。もちろんこれね、あくまで練習です。アクリル絵の具の練習だけど、みんなどう思いますか？これちょっとね、2月だからちょっとカップルがいいかなと思った。こんな感じですね。最後にまどりちゃん、猫ちゃん、イルカと、あ、カメ、カメかわいい。はい、みなさんで終わりました。おー、結構時間かかりましたけど、なんか嬉しいです。まあ、めちゃめちゃ簡単なアクリル絵の具なんだけど、楽しかったです。これは一番私好きだったね。好きです、カメちゃんの。超かわいい。まあ、これはコースターだけどね、コースターだけど本当は多分本当は使えない。なぜなら、まあ、アクリル絵の具だから多分水をなんだっけ、上に、まあ、水を触ると多分良くないかもしれないけど、まあ、なんていうの、コレクションみたいな感じで混ぜていいかなと思います。これ興味があったらコメントしてください。で、なんかいいと思ったら、もしかしたらそのベースのところにアップする。まあ、それでもし誰かね、興味があったら。超かわいいね、私超かわいいと思います。ということで、皆さんどう思いますか？この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。ありがとうございます。